皆さんこんにちは、マダルケブリジです。では今回はアーツオブアイアンウォーノーステップバック、ソ連でドイツと戦う続きをプレイしていきたいと思います。とテーマを言ってみたもののですね、まずドイツと戦う前にバルト三国ですね、ここ3つを全部併合して、国力の底上げ、そしてドイツとの戦いに備えた国境の要塞化、これを進めていきたいと思います。では時間ゆっくり進めていきましょう。要塞化は順調に進んでまして、だいぶですね要塞が立ってきてる状態ですね。この豆腐みたいなのが要塞です。この要塞をもうちょっと数を増やしてレベルアップして、ドイツ軍との戦いに備えていく、まあ、それをね、最優先事項と位置づけてやっていきたいと思います。でドイツと開戦した時ですね、日本軍との開戦もあり得ると思うので、ここはですね満州国付近に部隊を、戻します。ウラジオストクは落としたくないと、まあ、そういうところですね。パリが陥落、これフランスが降伏するのも時間の問題ですね。ではエストニアに対して宣戦布告の準備整いましたので、早速宣戦布告します。同盟国も呼び出しておきましょう。まあ、ここで手こずるようなことはあってはならないと思いますので、一気に、揉み潰していきます。ナルバ周辺少し補給が滞っているところあると思うんですけど、ここ補給のですねハブもないところで、ちょっとね、補給が苦しい場所になってます。なので、できるだけ早く、一気に兵力を投入して、ここを制圧、完了、持っていきたいかなと思っています。で、フランスがドイツに降伏してます。まあ、ドイツの目はソ連に向くのも、相当遠くないかなと思うので、できるだけ早くここは、やっぱりソ連をね、大きな国へとしていきたいですね。これラトビアにも宣戦布告準備着々としていますので、一気にバルト三国3つを飲み込むという戦略です。まあそのために部隊も、しっかり展開済みですからね。で、ここで展開した部隊の戦闘、戦争経験値で、さらにね、部隊を強化して対ドイツ戦に備えるというのを考えています。で、研究なんですけども、ドイツ戦を睨んでですね、対戦車砲、これを優先的に研究してます。ドイツの戦車、脅威ですからね。そのドイツの戦車に対抗するために対戦車砲の研究、これ最優先で進めてます。で、配備についてもですね、対戦車砲、これを編成に入れて、生産のラインでもちょっと厚めに入れてます。ちょっと見づらいですけど、一番下ですね。こちらが対戦車砲です。では続いてラトビアに対して宣戦布告します。同時に戦争になりますけど、まあ特に問題ないかなと思います。国力の差が圧倒しましょう。首都リガまで一気に部隊を進駐、進行させます。はい、まずエストニア戦争に勝ってます。これ完全に併合しちゃいましょう。電子の獲得です。完全に併合で、国家方針ですけども、レニングラード工科大学これ終えました。これ研究枠1つ増えて、今同時に5つ研究可能な状態まで持っていってます。これで研究のまあ、効率がね、だいぶアップしてくれるかなと期待をしています。はい、ラトビア、これを降伏させています。全州獲得、まあ、つまり併合ですね。さあ、残った最後、リトアニアも併合してしまいたいと思います。リトアニアに対して宣戦布告です。ここも一気に飲み込んで勝利をより確かなものにしていきたいと思います。このバルト三国を今併合を進めている一番の理由というのは、経験値を爆発的に
加速度的に獲得するというのももちろんあるんですけども、資源だったり、あるいは戦闘経験値だったりっていったものを獲得して、総合的にドイツに対抗するための、まあ、力を蓄えようというところなので、損害が出てしまうというのはもってのほかなので、まあ、圧倒的戦力でですね、一気にバルト三国、ここを今、爆裂進行中というところですね。はい、最後リトアニアも併合完了です。バルト三国との戦いは特に問題らしい問題発生することなく完勝という形で終えることができました。今ですね、現在対ドイツ戦を睨んだ戦争準備なんですけども、ドイツとの国境沿いにはずらっとこの豆腐状の陸上要塞を築いているんですけど、リトアニアを併合したことによってこのメーメルとかね、この辺りもドイツと国境を接する地点になりましたので、ここにもこの後の戦いに備えて、しっかりと要塞化を進めておきましょう。基本的にドイツに対してこちらから宣戦布告というのはギリギリまでしないでおきたいと思います。こちらから宣戦布告すると間違いなく日本軍が参戦してくるので、まあそういう状況はね、避けましょうという思惑です。はい。ドイツとの戦争準備中です。ただちょっとですね、このドイツの国境の南部付近で補給がキャパオーバーしてます。上部の方はね、しっかり補給行き届いてる。まあ、いわゆる、グリーンライトの状態なんですけども、ここら辺がですね、真っ赤っかなんですね。なので、ここハブのアップデートなんかをしっかりしていきたいかなと思います。で、アップデートした上で、さらにですね、自動車化なんかを行いつつ、ここの補給を一気に改善して対ドイツ戦に備えようと、まあそういう目論見ですね。では対ドイツ戦を睨んだ戦車設計を、行っていきたいと思います。新型の軽戦車ですね。まず、兵装ですけども、軽戦車に関しては、重量型の兵装が持てないので、ここ中型の兵装を使います。換装します。改良型のものを使っていきましょう。砲塔、どうしようかな。1名砲塔から3名砲塔までありますね。まあ、それぞれ、突破力だったり、信頼性だったりっていったところで、まあもちろん差が出てくるんですけども、ここは、2名型の戦車でバランスを取りましょう。特殊モジュールですけども、まあ、これはですね、まず絶対欲しいところとしては、この追加の機関銃、まあ、これ対歩兵に有効ですからね、入れておきます。無線も積みましょう。まあこの戦車でしばらくの間戦っていくということを考えて、ご覧のような形でティガー戦車設計しておきます。 T60 ですね。はい、ちょっと見づらいかもしれません。画面の上部、ドイツがいよいよ我々に対して宣戦布告、この自由を得たということなので、いつソ連が攻め込んできてもおかしくない、まあそういう状況が、出てきましたね。本当に注意が必要ですね。まあ、ここまでしっかり戦争の準備行ってきました。まあ、ご覧のように国境沿いですね。ずらりとしっかり要塞を並べ、補給の準備も整え、戦車も軽量型から中量、重量まで、バランスよくですね、設計を行い、師団に組み込みましたので、いざ、ドイツとの決戦を、準備したいと思います。予備兵力に関してはですね、今モスクワに入れてあります。これとあとは虎の子のこの戦車の師団ですね。これをミンスクあたりに展開しておいて、いつでも前線に繰り出せるように用意し、準備をしておきたいと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、ドイツと、まあおそらく開戦するんじゃないかなと思いますので、その様子をプレイしていきたいと思います。